どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、楽天リーベイツって皆さん知ってますか？楽天リーベイツ、本日はね、楽天リーベイツにね、ついて、簡単にね解説していきたいと思います。この楽天リーベイツってまあ聞いたことある方もね、まあ中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ楽天、あのね楽天市場の楽天です。でこの楽天リーベイツは何かというとですね、楽天が運営しているポイントサイトなんですよね。ポイントサイト、楽天が運営しているポイントサイト、いいですね。実は楽天もですねポイントサイトを持っていて、楽天リーベイツを、経由してね、ものを購入すると、まあ、楽天ポイントが貯まるっていうポイントサイトなんですよね。でこれね、まあ何がね、まあおすすめかというと、楽天リーベイツっていうこのポイントサイトはですね、たまにセールをやるんですよね。で、そのセールでですね、他のポイントサイトにはね、ない案件が結構ね、ポイントすごいガンって上がって出るんですよね。まあ私が、一番ね、注目っていうかね、おすすめしたいっていう、この、おすすめポイントとしては、マリオットボンボイポイント。まあ、マリオットボンボイホテルか。マリオットボンボイホテルの予約っていうのが、まあ私のチャンネルでもまあ何回か、紹介したと思うんですけども、基本的にハピタス、ポイントサイトハピタス、もしくは、ポイントインカムでね、ポイントサイト、ポイントインカムで、まあこのマリオットボンボイホテルのね、公式サイトの予約っていうのは、まあ 3% とかね、4% いけばいい方ぐらいな、まあ還元率でね、まあ出てたりするんですよね。だから私も基本的に、まあハピタスもしくはポイントインカムを、ね、しばらく利用してたんですけども、まあ先日ですね、セールがあった時はですね、マリオットボンボイの、予約、楽天リーベイツのポイントで 10% 還元まで上がったんですよね。10%。すごくないですか ?10% なんで、これがまあ、長期の旅行とかでね、まあ5泊とかでまあ10万円ぐらいになった際にはですね、10% なんでまあ10万円分の1枚で 10% ね、うん、返ってくるんですよね。すごくないですか。私個人的にはですね、ここですね。この楽天リーベイツをね、結構ねおすすめしているブログとかそういうのを見ると、まあ JAL の国際線の購入も、10% 還元なんですよね。ですんで、まあこちらももちろんね、おすすめはおすすめなんですけども、まあ私、この動画でまあ何回か言ってる通りですね、JAL のマイレージ貯めてないですし、JAL の修行も今のところしてませんので、まあJAL のね、利用をね、この動画見てる方やしてるよっていう方はね、まあぜひね、この楽天リーベイツ利用してみてください。JAL の国際線、まあ国内線はね、ちょっとパーセンテージ下がったりしちゃうんですけども、こちらもね 10% とかね還元ありますんで、海外の航空券買うときってまあ10万円超えること結構多いですよね。まあ10万円超えなくてもいいんですけど、うん、結構高いですよね。それで 10% 返ってくるんだったらありがたいですよね、うん、ですので、もしね、JAL、利用されてる方は、ぜひねこの楽天リーベイツチェックしていただくことをお勧めします。で今言った、まあ、JAL もマリオットボンボイのね公式ホテル予約サイトも、まあ、両方とも、まあ、セール時は、まあ、ここら辺までね値段は上がるんですけども、まあ、普段からね、まあ、上がってるわけではないので、まあその点だけねセール時期にねぜひ狙っていただきたいなっていう感じですかね。まあそれ以外にも、あ、Apple とかね、iPhone とか Apple のねオンラインショップとか、まあユニクロとかね、まあ結構案件自体はすごいたくさんあるんですよね。400とかだったかな、まあありますんで、まあぜひねポイントサイトでね、まあ探すのも他のポイントサイトでね、まあ探すのも同時にね楽天リーベイツでもまあ探していただきたいなっていう感じですね。なんか買おうかなっていう時にはぜひ探していただきたいなっていう感じですね。でこの楽天リーベイツって、まあ楽天っていう名前がついてますよね。まあ母体は楽天なんですけども、注意していただきたいのは、楽天市場にあるショップってありますよね。うん。あれがあるわけではないんですよね。
うん、そこだけ注意してください。あの楽天リーベイツにある案件、まあお店とあの楽天市場にあるねショップっていうのは、まあ一緒ではありませんので、まあその点だけね、注意していただきたいなと思います。楽天リーベイツで、じゃあその 10% 還元、じゃあ何で貯まるかっていうと、やはりね、楽天ですので、楽天ポイントで貯まります。まあ楽天スーパーポイントってやつですね。しかも、期間限定ポイントとかではなく、まあ1年間でしたっけ？うん。通常ポイントで、まあ付与されますんで、まあ、いろんな使い道、楽天ポイントだったらね、まあ大丈夫かなと思うので、腐らせるってことは基本的にないかなと個人的には思うんですけども、あの ANA マイルもね、一応半分にはなってしまうんですけども、 ANA マイルに交換することもできます。まあ1000ポイントがまあ500マイルみたいな感じにはなってしまうんですけども、まあでもね、まあできないよりかはいいですよね。うん。で、あのそれ以外にもね、まあ楽天ポイントって今いろんなところで使えるようになってきてますんで、まあこれからね、どんどん幅広がっていくんじゃないのかなと個人的には思ってますんで、まあ知っといてね、損はないんじゃないかなと思います。で、この楽天リーベイツの、まあ一番、なんですか、私がね、あの今回紹介しようかなと思ったのは、もちろんマリオットボンボイのね、公式サイトの予約が、まあポイントが高いっていうのももちろんあるんですけども、やはりね、母体が楽天っていうところですよね。あのポイントサイトをね、私の動画で結構紹介させていただいておりますけども、まあほとんど、まあ、知らない人多い、知らない人ばっかりですよねまあ私自身も最初ね、リクマイラー、まあマイルを貯めようって決断した時に、ハピタスとかね、チョビリッチ、ポイントインカム、イーシナビとか、まあいろいろポイントサイトね、まあありますけども、まあ最初はまあうさんくせえなと思うわけですよね、やっぱりあの全てがインターネット上でね、行われていることであって、しかも、クレジットカードを発行しただけでポイントがもらえるっていう、その仕組みがね、まず理解できてないと、理解できてないというか、まあそれがねすんなり入ってこないと、やはりちょっとんだこれみたいな感じになりますよね。まあ私もそうでしたけども、まあそういう広告があること自体ね、普通の人って知らないですよね。そういう意味ではね、やはりあのポイントサイトっていう、まあちゃんとした会社が運営してるんですけども、やはり知名度が低いっていうのと、まあ利用している人がね、まあ少ないっていうこともあって、やはりあの不審に思う部分があるかと思うんですけども、まあ今日紹介しているね、楽天リーベイツは、まあなんつっても楽天が母体ですからね、うん、まあ大丈夫まあ母体がでかいですからね。まあ、あの今までね、あのちょっとポイントサイトね、手出しづらいなっていう方もね、楽天リーベイツでしたらね、あの母体が楽天っていうことでね、うん、あのなんていうんですか安心してね利用できると思います。でプラスね、あのこの楽天リーベイツにはクレジットカード案件とか、まあその他ね、まあポイントサイトであるような、まあ購入以外の案件って基本的にないんですよね、楽天リーベイツは。ですので楽天リーベイツは基本的に購入系のね、まあホテルの予約とかはあるんですけども、まあ物を買う系のねやつが、まあメインかなっていう感じですね。で楽天リーベイツの、素晴らしいところはですね、ポイント保証制度っていうのがあって、あのポイントサイトをね利用してて、なんですか、経由して、まあ、物を購入したにもかかわらず、ポイントがつかなかった時って、まあ、誰でもある、あの、ずっと利用してるとね、まあ、一度ぐらいはね、経験したことある方多いと思うんですけども、この楽天リーベイツは、ポイント保証っていうのをね、やってるんですよね。ですので、まあ、経由して、ポイントがつかないみたいなことを、まあ、問い合わせるとね、ポイント保証ですね、みたいな感じで、まあ、ポイント保証、ポイントがね、保証されるということで、まあ、利用したのに実際つかないみたいなことがね、まあ、この楽天リーベイツではないっていうことはね、これやはり、あの、母体のデカさがね、ありますよね。うん。ですので、まあ、ここはね、安心して使える、まあ、要素の一つなんじゃないかなと、個人的には思います。まあ私のね、ポイントサイト紹介させていただいているポイントサイトありますよね。まあそちらも、まあ私がね、もうずっと利用してきて、まああの、
実際にポイントがつかないっていう時に、まあ問い合わせ等々してね、あのすごいね対応が良かったポイントサイトをまあ私紹介しておりますんで、まあそちらもまあ大丈夫だとは思うんですけどもね、うん、まあでも楽天っていう母体の大きさがね、やっぱり安心感をね、くれますよね。っていうので、まあ今までね利用されてない方もぜひね、まあ挑戦してみていただけたらなと思います。まあ今回はね、楽天リーベイツ、まあ簡単に紹介させていただきましたけども、まあ特にねセール時は、確実にね狙っていただきたいなと思います。むしろ、10% までいくとですね、かなりあのポイントバック率がね高くなりますんで、あのセールを狙って、まあ、セールで購入するみたいな形もね、全然いいんじゃないかなと個人的には思います。私もねあのマリオットボンボイのね、10% っていうことなんで、まあ、今後はね楽天リーベイツちょっと中心で考えていこうかなと思います。やはり、楽天ポイントとはいえ、10% ってでかいですよね。1万円だったら1000円ですからね、基本的にマリオットボンボン系のホテルってまあ安ホテルじゃないんで、まあ1万円超えること多いですよね。まあそれがまあ1000円返ってくるのであれば、まあ現金にはねちょっと残念ながら楽天ポイントはね現金系にはできないんですけども、まあでもねエディとかにはチャージできますんで、まあコンビニとはねそういうところでは利用できますんで悪くないですよね。もしね楽天リーベイツもし始めてみようっていう方はね、あの URL、概要欄に貼っておりますんで、ちょっとね検討してみていただけたらなと思います。まああの案件自体もね結構ありますんで、なんか購入するときにポイントサイトと一緒に、まあ楽天リーベイツもポイントのサイトなんで一緒にね、案件探してみていただけたらなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。